皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するのは日清食品カップヌードル激辛味噌ビッグです。カップヌードルビッグシリーズは1991年にカップヌードルのビッグサイズ商品として発売して以来、若者を中心に多くの方々にご愛顧いただいています。今回濃厚な味噌の旨味と刺激的な辛さを存分にお楽しみいただけるカップヌードル激辛味噌ビッグを発売しました。赤味噌をベースに豚肉と鶏肉の旨味と唐辛子をたっぷり効かせ、ジンジャーとガーリックでアクセントを加えた濃厚な辛味噌スープが特徴です。唐辛子とごま油を効かせた特製辛くて幸せオイルで仕上げると、さらに激辛で旨味豊かな味わいをお楽しみいただけます。激辛好きにはたまらない突き抜けた辛さをビッグサイズでとことんお楽しみください。はい、ということでこちら早速食べてみたいと思います。辛さのレベルなんですけれども、こちら5段階中5レベルですね。相当辛そうです。しかもね、こちら辛くて幸せオイルというのがついてまして、こちらを加えることによってさらに辛さが増すという、ちょっとね優れた感じのものですね。すごくねパッケージもね辛そうな感じで、どんな感じかとっても楽しみです。はい、できました。すっごい辛そうです。真っ赤ですね。それではね、この辛くて幸せオイルを入れて食べたいと思います。うわ、真っ赤だ。はい、こんな感じです。さらに赤くなりましたね。それではいただきます。いい感じになってるな。すごいですね、肉味噌の量が多いです。やはりビッグサイズですからね、これをね食べてがありますよ。すごい、美味しいですね。なんかごまベースなのかな、味噌とごまの味がすごくしますね。確かに辛いですけどね、辛いだけじゃなくてすごくコクがあります。ちょっとむせそうですね。あー、スープが美味しい。 あ、すごい喉からこう食道を通るこの感じがすごい熱くてブワーっとします。そんな思ったより辛くはないですね。もっとすごいかなと思ったんですけど、そうでもないです。
と刺激的な辛さ。辛くて幸せオイルで仕上げるとさらに激辛で旨み豊かな味わい。本日は日清食品カップヌードル激辛味噌ビッグを紹介しました。田中えみりでした。はい、完食しました。とっても美味しかったです。辛いだけじゃなくてね、とっても深いコクがあるので皆さんもぜひお試しください。